はい、皆さんこんにちは。レガルゲートの福田です。さて、今日はですね、アウトプット偏重に注意しようっていうテーマで話したいと思います。最近はですね、特にちょっと昔と比べると、本当に情報が多く手に入るようになっていて、講師の方も発信していますし、直近で受かったね、合格者の方も情報発信しているっていうところで、SNS とかを使えば簡単にいろんな情報が手に入るような時代になっていると思います。で、中でもね、その合格するためのメソッドみたいなものはよく発信されてるかなと思いますけども、本当にいろいろありますよね。いろんなやり方があって、その講師だったり合格者のノウハウっていうのがあるかと思うんですけども、最大公約数的なね、みんな言ってるっていうようなノウハウもあるかなと思うんです。そこに合格の核というかね、コアな勉強法が詰まってると思うんですけど、その中で言われてるものの一つが、アウトプットを重視しようっていうところだと思います。問題演習だったりとか過去問を使って演習するっていうそのアウトプットですね、それを主軸に勉強しようっていうのが、結構最近のこう通説というかメジャーのねやり方として紹介されていることが多いんじゃないでしょうかね。で、それ自体は僕も異論はないです。アウトプットを重視してアウトプットに力を入れて勉強する、で特に時間に制約のある社会人とかの方にとっては本当にアウトプットが大事っていうのは全くもって異論はないです。ただ僕が今回なんで喋ろうと思ったかっていうところなんですけど、勘違いされがちなんですけども、どう勘違いされてるかっていうと、アウトプット偏重でいいんだっていうところからインプット軽視につながってるんじゃないかなと思ってるんです。インプットっていうのはテキストを読んだりとか論証だったりとか、暗記しなきゃいけないところを暗記するっていうような知識を入れるタイプの勉強ですね。でやっぱりどうしてもね、僕も含めてですけど、人間って本当に楽な方向に行きがちかなというのは思っていて、アウトプットの方がね、やっぱり勉強も面白いっていうのもあるし、インプットでつまんないんですよね、基本的に。こう暗記したりとか読んだりっていうことで、なんか面白みがないからっていうのが大きな理由になってるような気がしますけど、だからっていうのもあってね、そのアウトプット重視ってことで、インプットはじゃあそこそこでいいんだとか、なんか極端な例で言うとインプットしなくてもいいんだみたいな、アウトプットだけでいいんだって思ってる人もちょっといるかもしれないです。でも改めてね、この場で声を大にして言いたいんですけど、じゃあインプットに力を入れなくていいのかっていうと、そんなことは絶対にないです。知識は抑えてません。だけど担当とか論文は解けますみたいなことは絶対にないです。インプットとアウトプットって本当になんか車で言うと両輪なので、どっちかだけでは進まないんですよね。こうくるくる回転してしまって前に進まないと、アウトプットだけではもちろんダメだし、インプットだけでももちろんダメ。インプットとアウトプット両方揃って初めて車が進むっていうイメージですね。車じゃなければ例えば料理とかでもいいですよ。料理作るときにまず具材を揃えましょうというのがインプットだとしたら、その具材を使った調理方法だったりとか、包丁ってどうやって入れるんだっけなとか、火の入れ方とか、そういう料理の作り方を実際にやってみるっていうのがアウトプットじゃないでしょうかね。両方揃って初めて美味しい料理ができると。これはもちろん予備試験、司法試験でいうと担当試験と論文試験どっちにも言えますね。担当試験はアウトプットだけでいいですっていうわけでもなければ、論文試験もアウトプットだけでもダメ、どっちもインプットアウトプットが両方揃って初めて合格できるっていう試験です。アウトプット重視ってのはだからいいんですよ。いいんだけど、インプット合わせてしてますかっていうね、テキストを1ページ目から最後まで通読しろとは言わないけども、アウトプットでね、例えば問題演習した分野をテキストで読むなり、大事な定義を覚えるなり、そういう作業をしてますかっていうところですね。これはね、さっきも言ったけど、やっぱりね、勉強としてあんま面白くないとは思うんですよ。そのアウトプットと比べるとね、アウトプットってだから過去問解いて実際に担当解くとか論文解くとか、そういう問題演習型の勉強だからある程度面白みはあると思うんですけど、インプットね、テキスト読むだとか論証を覚えるとか、なんかそういうのって基本的には面白くない勉強なんだけども、そういう理由で避けてる人ね、その地味な勉強であまりやりたくないからっていうことで避けてるとか、そのアウトプットすればいいんだっていう言い訳にかまけてやってない人っていうのは申し訳ないですけど、合格が厳しいとは思います。このままだとね、こういうね、地味な勉強こそ本質なんですよ、学習のね。特にこういう予備試験とか司法試験みたいな、いわゆる最難関試験であればあるほどね、こういう基本的なところ、地味なところっていうのが大事になってくるんです。野球でいうと毎日素振りをするだとか、あとこうランニングして体力をつけるとかね、そういうところがその人の、体力にもなるし、基礎能力になると思うんですね。野球が好きだからって言って毎日試合だけしてればいいかっていうと、そういうわけでもないし、
例えば練習はするけどずっと紅白戦だけしてますとか、なんかそういうね、あの面白い勉強、だからこれがアウトプットに相当するものなんですけど、こればっかりやってればいいかっていうとそうでもない。やっぱり普段からの素振りだったりランニングが必要になってくるのと一緒で、アウトプットの、前提としてですね、インプットがあるっていう、そういう関係になります。そういうね、日々の素振りだったりとかランニングみたいなところを軽視してね、こうじゃあいざ試合に立ったからホームラン打てるかっていうと打てないし、華麗な守備ができるかっていうとそういうわけでもないっていうところでね、やっぱり日々のそういう地味な作業っていうのが本当に大事になってくるんですね。うん、なのでインプットもちゃんと力を入れてやろうねっていう話です。でもちろん、さっきから言ってますけど、アウトプット重視なのはいいんです。それはいいことだけども、そのアウトプットで終わらせないってことですね。問題演習したらその分野についてはじゃあテキストを読みましょうとか、問題演習で出てきた例えば回答例に載ってる大事な論書をここは暗記しましょうとか、アウトプットとインプットを行き来するっていうね、その勉強が大事になってくるかなと。なので危険なのはそのインプットを軽視するっていうところですね。それが危険だと。うん、まあろくにね、知識もなくアウトプットしても効果は薄いですしね、うん、アウトプットだけでいいんだみたいな人はそんなことはないっていう話ですね。うん、なのでまあインプットっていうのをね、あの一日の勉強の中に意識的に入れるといいと思います。過去問解くとか、その問題演習するとか、そういうのは入れると思うんですよ、自分でも。でも、ここで暗記するとか、ここでテキスト読むみたいな時間は意図的に入れるといいかなと。例えば僕であれば、学生時代ね、こう行き帰りの電車の中はテキスト読むことにしていたし、図書館で朝から夜まで勉強して、で夜のその閉まる最後の1時間は論書を暗記するとかしてたし、あと寝る前もですね、1時間暗記の時間っていうのは取ってました。まあ、そんな感じで意図的にインプットの時間を取るといいんじゃないかなと。まあ、イメージですけど、勉強時間例えば3時間やるんだったら、そのうちの1時間ですね、3分の1ぐらいは純粋なインプットに当てた方がいいんじゃないかなというふうには思ってます。まあ、最初は大変ですけどね、インプット。ただアウトプットとかも進んできて、ある程度勉強が進んでくるとね、インプットもすごい効果的になるというか、こうアウトプットでこう点々とね、知識があったりする中で、インプットによってそれを線につなげるみたいな、そういうイメージもあるので、かなりね、効果的になるんじゃないかなと、途中からね、思います。はい、というところで、今日はシンプルな話でしたが、アウトプット偏重ってのはちょっと危険で、インプットとアウトプットのバランスが大事だと。で、繰り返しになるんですけど、アウトプット重視ってのはもちろんいいです。僕もそれは賛成します。ただ、アウトプット偏重になるがあまり、インプットを軽視するっていうのが良くないっていう話ですね。結局はバランスが大事なので、勉強の中心としては問題演習だったりとか過去問演習ってのを据えつつも、この問題演習とか過去問でやったテーマについてはテキストに変えるなり、論書を覚えるなり、そういうインプットの時間も取ってバランスよく勉強するのが王道にして、まあ合格する最善のね、最短のルートじゃないかなというふうには思ってます。はい、今日は以上になります。では皆さん、次回の動画でお会いしましょう。勉強頑張ってください。私が経営する個別指導塾リーガルゲートでは、本気で予備試験、司法試験で受かりたい方のために最高の個別指導サービスを提供しています。気になる方はぜひ概要欄のお問い合わせフォームからご連絡ください。お待ちしています。